え、キーパーがキャップでいいんですか？コーナーは、コーナー、わかりました。ちょっと待ってください。PK ちょっとまっちゃんにしてみようかな。ここまで3試合を終えましたが、チームはシーズン序盤から苦しんでいる印象です。今のチーム状態はどうですか？まだまだ本調子ではなさそうですね。今後の立て直しに期待しましょう。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ボールがこぼれました。コンパニー、おい、何、俺がキャプテンだと怖いのかな。せめて点取ってから落ちてくれよ。ドロー、
Okay. お前、うん、賞金も。油にしよう。お前。いやー。チームは今シーズン低調なスタートとなっています。このままでは残留も危ぶまれますね。まだ試合は残っていますから、ここからどう盛り返すかに注目しましょう。ネチの危険な位置です。緊張。シュートを狙う。ナイス。シュートには選手が詰めています。コンパニー中はどうだ、ナイス、絶好のチャンス、ここでシュート、ナイス。まだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ここへ展開をします。コンパニー、しっかりとしたディフェンスです。木曜日いい形でゴール前まで持ってきました。さあ揺さぶりをかけていく、ナイス。サイドからの攻撃へ向かいます。キーパー。あれ。フリーキック。ビケビケ。2人で交換します。これは残念、ボールを手放してしまいました。さあスタジアムのテンションが上がります。ナイス、攻撃を組み立てられません。ネチド、コンパニー、いいね。いやいいレンジャー。さあどう組み立てるか。夜レンジャー、襲いかかります。ナイス、メガさんいらっしゃい。相手が寄せてきます。ボールがこぼれました。決まるか。ナイス、ブロック。夜レンジャーって戦隊もになっちゃってる。危険な位置です。緊張感が増してきます。惜しい。
ナイシュー、惜しい。精度が少し足らなかったですね。これはカットされます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスを中央に入れた。はい、これはシュートだ。危ねえ。再びコーナーキックとなります。短くパス、ナイス。中には入りません。クロスをブロック、ルーズボールになっています。ナイパー。パス、ボールを前に運んでいます。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを返します。ラモス、ネチド、ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見ている感じでしょうか。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ケリー、ボールを運びゴールに襲いかかります。これは見事なインターセプト。コンパニー、ナイス、惜しい。ケリー、危険な位置です。緊張感が増してきます。オッケー。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。ナイス、ドリブルで相手を揺さぶります。うまい。中央にクロスが上がった。大きくクリアできていません。出足が鋭い。カットします。ナイディ、ここは簡単にボールを渡してしまった。オッケー、めっちゃ試合中いろいろ変えてる。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。ファールになりました。イエローもありますか。ディフェンダーを抜いた。クロスが入りました。危ねえ。ここで大きく前に出します。ナイパ。ラモス、ネチド、いい形でゴール前まで持ってきました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。一人まだ倒れてる。ボールのダッシュ、寄せが早い。
ボールを持ちました。何をするんでしょうか。さあスタジアムのテンションが上がります。 OK、 ゴールラインを割ってコーナーキックです。同点ゴールを奪えるでしょうか。ショートコーナーから攻撃。ないで。まだ距離はありますが、思いっきりミドルを狙いました。ロングシュートを狙いましたが、これは外れました。思い切ったプレーは大切ですが、もっとよく狙って打つべきでしょう。オッケー、赤いくよ。モンチッチは。モンチッチね、病院から帰ってくるので遅くなるとかって、遅れて参加するか参加できないかってメッセージが来たね。試合止まった。ファール。カードはありますか。いいボールが出ました。そっかそっか、点差を広げたいところです。中に入れたラモス。おお、惜しい。枠に入れたいシュートでしたね。決まってもおかしくなかったんですが、これは見事なパスカットです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがフリーになりました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。おー、惜しい。このパスは読んでいました。へい、来たよ、フリーキック。カードは出ますかね。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。あれ近場所ボールを返します。ケリー、危険な位置です。緊張感が増してきます。ないで。ディフェンスが奪い返しますいいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。ラモス、強いですね。ボールを取られません。いい形でゴール前まで持ってきました。ケリー、見事な視野です。いいところに出た。うわー、バーに当たってきまった。打ってきやがったか。お、こんばんは。ゴールに吸い込まれました。ギリギリを狙ってきましたね。キーパーに飛んできたらキーパーは止まりません。74分。スローインからゲームは再開です。ラモス、コンパニー。ナイパ。サイドへ振る。もったいない形でボールを渡してしまいました。ケリー。
ケリー。スタジアムのテンションが上がります。ナイス。審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。マジで今の取れない。ゴールです。後半ついにリードを奪いました。ここに来ての得点は大きいですね。ここから攻め続けるのか守るのかはっきりさせた方がいいでしょう。コンパニーラモス。サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。ボールを運びゴールに押し込みます。スペースに出しました。これは精度を変えたか。これが決まれば大きな得点になります。ゴール前に入れた。中央へのボールはクリアされました。ディフェンスが甘かったですね。メチド。ナイス。惜しい。The fourth official has indicated there will be a minimum of three minutes. 危険な位置です。緊張感が増してきます。どうだ。劣勢の中でキーパーが獅子奮迅の活躍を見せています。なんとか同点に持ち込む希望をつなぎました。まだあるよ。ショートコーナー。時間稼ぐか。いいクロスだ。このパスは通りません。あるよ。あー惜しい。くそー。笛が鳴ってタイムアップ。試合が終了しました。素晴らしい戦いでしたね福西さん。ええ、力で劣るチームでも、まあまあね。Okay. 始めたんか。正気。寝ろ。Gracias.
何見つからなかったっけ。前節チームは敗れています。この試合は負けられません。ウィニングでもやっとけっつんだよ。試合開始です。眩しいなここ。いい形でゴール前まで持ってきました。ここでシュート。ちょっくら遊んでこようかな。ちょっくら遊んでこようかな。はい、ヤピヤポ。さあスタジアムのテンションが上がります。コンパニー、ナイス。素晴らしいボールです。ナイス。これはスルーパスが強いか。遊んでらっしゃい。ラモス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここは大きなカットです。いい読みでしたね。いいタックルでしたがスローインになりました。クリストナー、パスを2人で交換します。ここはよくスペースが見えていました。このスルーパスは長すぎたか。主審がペナルティースポットを指差します。 PK です。これファールになっちゃうの。まあ今股間に行ってたからね。おい、中さん、海外やか作るんだったの。そう、海岸やか作るんだったんだけど作れなかった。横へ展開をします。2つとも海岸やかやったんだけど、スペアードまで打ったんだけど、スペアードで引っかかって作れなかった。ジョーンズ戻します。このパスは読んでいました。あれってアカウントを1回作ったやつでも消せないんですか。ネチド、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。メイカステアドで作れたのに。ここでタメを作ります。それどうやって作ったんですか。メイカさん、絶妙なパス。ステアドのアプリダウンロードしてステアドでやったけど作れなかったな。ウズボールです。ボールはどっちだ。これは見事に奪いました。 YouTube で見ながらやったんだけどダメだった。スルーパスが長いか。まだもどうだ。再びセーブ。今回は外に弾き出しました。とか今無駄にチンピラだからじゃない。チンピラだからそこ引っかかるかな。チンピラで決めに来た。欲しい。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。ナイス。ジョーンズ、クリストナー、キンピラ。キンピラ。
ナイス。中央へのボールはクリアされました。お、キセルさんいらっしゃい。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。なんだろう。くれなかったな。立ち上げを上がれそうです。先のことを考えすぎました。何がいけないのかわからない。こんばんは、ニコ。こんばんは、キセルさん。ナイス。ボールへの寄せが非常に早い。コンパニー、主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。守備への切り替えが早い。ここで止めます。うまく読んだインターセプト。ナイパー、ナイシュー。試合を優位に進めていましたが、ついにリードしました。ウィンジレムにやっとけ。ボールを支配していましたからね。なんか e スポーツなりましたね。ウィンジレム。シュート数にも差が出てきましたね。うん、はい。完全に押し込まれています。そう。お、じっくりと守りながら。茨城。茨城。狙うプランかもしれません。なんで主将じゃねえんだよ。あ、そうなんだ。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ウィーレだとなんかあれじゃ、もうできた選手動かすんでしょ。プロクラブ、ここはインターセプト、しっかり予測していました。プロクラブっていうか、キチュネシャン絵文字、あのどこまでドリブルするんでしょうか。あれはワンオン、真ん中にクロスを上げた。いいボールでしたが、うん、ここはクリア。そうパスが通ります。クラブはこの人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。クリストナー、危険な位置です。緊張感が増してきます。打ってきた。はい、ボールが足につきません。ルーズボールだ。メチド、ファール。ここはレフェリーがファールの笛。来たよ。危ない場所でのフリーキックです。これ入ったろ。よし、いやチャレンジしないと。チャレンジ、ね、クリストナ、いい形でゴール前まで持ってきました。前半なるほどね。ん？さ、三人称。上からは。サンティアゴベルナベウからお届けしています。R3 とかを押してみたら変わらないのかな。観客の皆さんがまだ席に戻っていませんね。そのまま返します。これは見事なパスカットです。ナイス。ネチド走り込んだ右側のスーパース。さあ、スタジアムのテンションが上がります。惜しい。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ナイディ。さあ、コーナーからのチャンスです。ゴール前に入れた。オッケー。
このヘディングは大きく外れました。叩きつけたかったんでしょうが、当たりが悪かったようですね。オッケー、突き下がってきて。ボールを運びゴールに襲いかかります。惜しい。ヤピヤポ、ナイス。こっち眩しいな。ボールが中盤でカットされました。いいカットです。ボールを奪いました。メチド、危険な位置です。緊張感が増してきます。何、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。コンパニー、ナイス。これは狙います。まだボールが、なんとかプレーを切りました。惜しい。メチド、このクロスはキーパーが簡単に処理しました。これは見事に奪いました。ナイディ、このパスは読んでいました。ナイス。ナイス、いい形でゴール前まで持ってきました。ナイシュー、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。さあスタジアムの点、素晴らしい、1点差にできた。いやー、これはうまくシュートを打ちました。あんなのが入るのかよ。ラモス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがこぼれました。ジョーンズ、クリストナー、オッケー、左行くよ、裏。うまく読んだインターセプト。はい、キーパーへボールが戻されます。ナイス。危険な位置です。緊張感が増してきます。惜しい。ゴールキーパーがボールを抑えた。コンパニー、中にクロスがパンチングで弾く。ナイス。しました。ここはどうするでしょうか。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。ナイス。まだ1点差。ファウルです。主審の判断はどうでしょう。審判の手にはカード。警告、イエローです。今のは仕方ないですね。ネチド。
膠着状態ですが、ここで集中を切らすと一気に動くかもしれません。いい形でゴール前まで持ってきました。ラモス、ナイス。このボールは決定的。ボールを蹴り出したい。またセンター。ボールはまだあります。これは見事なインターセプト。中2人か。横へ展開をします。ここでシュート。おい、ラモス、ネチド、サイドへのパス、コンパニー、パスは通りません。ディフェンスにカットされました。ナビー、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。ボールを取りました。さてどうする。パスをこの位置で防ぎます。ミッドフィールドでボールを取りました。ここで試合終了です。シーズンも半分を終えて苦しい状況ですが、この試合で大きな勝ち点3も手にしました。この勝利はチームに勇気を与えてくれますね。はい、この調子で次も行きたいですね。はい、お、取ってきばっちゃう。見に来ました。お、りょうこちゃん、いらっしゃい。ゆっくりしてってください。今日はもっつさんがいないからね。そうっす。はい。
いらっしゃい。さあキックオフ。こんばんは。あ、トッピーこんばんは。パスコースにはディフェンスがいます。あ、間違えた。サイド交換しちゃった。これは強い。ボールをしっかりキープ。シュバインシュタイガー。いいカットです。ナイス。ボールを奪いました。ファールを取りません。流しましたか。さあスタジアムのテンションが上がります。はい。フリーキックの判定です。来たよ。特に出ないようですね。来たよ。いいもの。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。カウンターアタックに入るか。スルーパスが味方に通る。これマーさん、これサイド交換になってます？もしかして。ちょっと今直しますね。ヘンダーソン、味方のサポートも来る。ボールへの寄せが非常に速い。サイド交換した。ボールは戻されます。ボールを運ぶボールに襲いかかります。マークがいません。ここで網にかかる。負けるな、負けるな。危険な位置です。緊張感が増してきます。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。サポートを使いますか。シュバインシュタイガー。ナイス。このパスがカットされました。さあ揺さぶりをかけていく。このシュートで勝ち。うわー、入った。低弾道最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。コンパニー、ああはあ、ああ、本当だよね、カさん。いい形でゴール前まで持ってきました。また変わってます、もしかして。攻撃がここで止まりました。え？相手ボールです。あ、マジですか？今、マーさん、どっちになってますか、これ。ヘンダーソン。左っぽい。さあ、スタジアムのテンションが上がります。落ち着いています。笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。あれ、おかしいな。なんだろう。戻んない。じゃあ、ダメだな。また、これか。出たサイドへ展開していきます。前線の選手がボールを受けに下がってきました。コンパニー戻りましたかね。これでラモス、このカットは大きい。
しっかりと奪いました。ホイッスルが鳴ってファールです。あ、危ない。主審がイエローカードを提示近くで見ていましたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。ネチド、コーナーを獲得、同点のチャンスです。ここはショートコーナーを使う。クロスを中央に入れた。おー、じゃあまったに頑張ってね。じゃあまったに頑張ってね。頑張ります。あたす。ボールを入れた。シュート、シュートには選手が詰めています。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。コンパニー、ナイス。惜しい。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。ゴールキックです。リプレイをどうぞ。ここでのカードは痛いですね。余裕を見せます。ナイス。ラモス、いい形でゴール前まで持ってきました。これはまずいパスでした。相手に渡ります。ナイス。ボールがこぼれました。ヘンダーソン、シュバインシュタイガー、はい。前半さあ後半開始です。これは見事なインターセプト。シュバインシュタイガー、高いパスが味方に出る。スルーパスでしたが合わないか。何、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。低いボールをゴールに蹴り込みました。浮かしませんでしたね。冷静でした。コンパニー、ネチド、ラモス、ここで網にかかる。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。変やろか。
うまく読んだインターセプト。横に振ります。中の選手にクロスを入れた。シュバインシュタイガー、ナイス。さあスタジアムのテンションが上がります。シュバインシュタイガー、そのまま返します。これは見事なパスカットです。ボールへの寄せが非常に速い。サイドへ、これは見事に奪いました。見事にかわしていく。見せてくれますね。ボールをドリブルで運んでいます。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ヘンダーソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。いいクロスが中に入った。ここはしっかりクリアされました。コンパニー、横へ展開。惜しい。ヘンダーソン、シュバインシュタイガー、危険な位置です。緊張感が増してきます。これは止められます。ナイパ、頭を使います。シュバインシュタイガー、いいパスだ。よーし、これはオンゴールのようですね。オンゴールです。意外な形で得点が生まれました。クリアしようとしたのでしょうか。少し中途半端になりましたね。素早く切り替えないといけません。ナイス。プレーは止めません。主審が流していますね。ヘンダーソン、戻します。いい形でゴール前まで持ってきました。さあスローインでの再開です。これはファールです。レッドレッド、 PK だ。近いなこいつら。青行くよ。届かないか、届かないか。ラモス、さあスタジアムのテンションが上がります。ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。いいヘディングでしたが、危ない。惜しくも枠に飛びません。入っても不思議ではないシュートでした。残念でしたね。試合は一方的な展開です。残る時間は数分。このまま終わってしまいそうですね。スペースに見事なログパス。味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。このクロスはやすやすとカットされました。
ラモス。ボールを奪いました。さあ、どう組み立てるか。はい。カットしました。ここはどうするでしょうか。ナイス。最高のボールが出た。ナイス。残り時間も考えるとここから追いつくのは厳しいと思いますが、最後まで諦めません。ここでキーパーへ戻す。はい、ホイッスルが吹かれて試合終了となります。オウンゴールで試合に決着がつくことになりました。はい、内容が必ずしも結果にはつながらないってことなのですが、負けてしまった方は悔しいですね。よし、いやー悔しいなあ。ん？バグってたのか？あ、りょうこちゃんまだいるかな？見つからない。
マッチせえへんな。一回出ますか。じゃあ一番最後出ます。はい、出ます。OK です。間違えた。OK。よっしゃー。前の試合は落としています。連敗は防ぎたいですね。バンキュッポン、キックオフです。楽しみな試合ですね。ボールを運びゴールに襲いかかります。シソト、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ラモス、つまらないミスでボールを失いました。オッケー。コンパニー、どうだ。惜しい。ゴールキックです。ネチド、サイドへ展開していきます。ネチド、短いパスをつなぎ様子を伺っています。いいカットです。ボールを奪いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。戻します。ネチドコースを塞ぎます。さあコーナーからのチャンスです。中に入れた。これは来た。惜しい。シュートまで持っていきましたがゴールはならず、わずかに枠を外れました。いいトライでしたね。このセットプレーは強みになりそうです。
カンテ。デイビス。いい形でゴール前まで持ってきました。さあ、フォローも来ています。鋭い読みでカット。審判はフリーキックを指示します。へへへ。惜しい。足が鋭い。カットします。いいカットです。ピンチを防ぎました。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ヘッドを使います。ベイ。デイビス。このパスは簡単にカットされました。カンテ。ナイス。ホイッスルが鳴ってファールです。でしたがここはクリア。カウンターのチャンス、仕留められるか。素晴らしいゴールです。まだまだチャンスはあります。ヘイ、レフリーフリーキックの判定。おっと動いている。ナイス。強烈。入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。シュートはキーパーを越え、クロスバーのわずか下。際どいところを狙いましたね。これはキーパーも防げませんね。ヘイ。デイビス。ナイス。サイドからの攻撃へ向かいます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。入るか。うわー、マジか。くっそー。オウトとなってしまいました。オウンゴールです。意外な形で得点が生まれました。クリアしようとしたのでしょうか。少し中途半端になりましたね。悔しい。ラモス。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ソッコ。カンテ。ボールを運びゴールに。ナイス。ホイッスルが鳴ってファール。フリーキックとなります。デイビス。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。これは見事に奪いました。ディフェンスが冷静に対応。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。ラモス。これは見事なパスカットです。カンテ。危険な位置です。緊張感が増してきます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。
抜かけ。大丈夫だ。後半開始です。さあ、スタジアムのテンションが上がります。外に出てゴールキックです。ここでリプレイが流れます。素晴らしいディフェンスですね。デイビス。カンテ。再び戻す。ベイ。サイドへ振る。カンテ。主審はファールを取ります。ここでイエローカード。得点も取る側の選手に出ましたね。あまりファールはしてほしくないでしょうね。万が一レッドカードを受けるとチームが攻撃の柱を失います。スタジアムの反応をお聞きください。ホームのサポーターは時間も使われて面白くないようです。監督はアディショナルタイムをしっかり取る。そこに勝ち出した。キャッチできたんじゃね。コーナーキックはそれキャッチされるかい。いや短い。なんだよそれ。このゴールキックはミスになりました。チャンスと見たのか思い切ったシュートでしたね。遠くから打ってきましたが枠に行ってませんね。オッケー。リュウさん行こうかな。アウェーサポーターからヤジが聞こえます。時間を使われて面白くないようです。今日は勝ち点3を取りに来たのですから無理もないですね。リードを奪いたい。押し込めるか。危ない。押し込んだ位置でのスローインになります。これは止められます。サイドへのパス。ボールは相手に。奪い返せるか。シソコ。なり。いい形でゴール前まで持ってきました。カンテ。ネチド。サイドへ展開していきます。惜しい。コーナーからゲームは再開です。狙いはエリアの外か。コンパニー。素晴らしいロブです。しっかりとしたディフェンスです。ボールコントロールがうまいですね。コンパニー、見事なスルーパス。ちょっと強すぎたか。ボールへの寄せが非常に速い。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。OK。
モス。ファール。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。相手が寄せてきました。これは見事なパスカットです。ボールを運びゴールに襲いかかります。これは残念。ボールを手放してしまいました。ナイス。横へ展開。ボールは戻されます。サイドチェンジしました。このパスはカットされました。見事な視野です。スタジアムのテンションが上がります。タッチでボールを奪いましたがゴールラインを割ってコーナーです。コーナーから中へ止める。弾いた。ヘッドで渡します。今度はしっかりと収めます。オッケー。左くー。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはしっかりクリアされました。シソコ、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。いい形でゴール前まで持ってきました。激しいチャージ、受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますがどうでしょう。ないでしょ今の。このボールは決定。いやーうまい。さあ勝利はもう目の前です。時間をうまく使っていきたいですね。マノはうまい。予想に反してリードを奪いました。これしかないという一撃でした。ネチド、苦しい試合になっていますがホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。そのまま返します。カンテ、レイ、ボールを運びゴールに襲いかかります。果敢に仕掛けてボールを奪いました。カンテ、シュートだ。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。いやついてんな。ヘディングでパス。ネチド、これは同点とするチャンスです。しかしながらもう時間がありません。ラモス、フリーキックで試合が再開となります。いいボールでしたが試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。ゲーム終了です。シーズンは終盤に入りました。ういよー。 OK。そうっすね。OK。
疲れ様でした。